犬ジステンパーウイルス細胞質、風入体験ジステンパーは、犬ジステンパーウイルスを原因とする犬をはじめとした、猫目の感染症である。記録によれば、犬ジステンパーは18世紀に南アメリカからスペインにもたらされた後、ヨーロッパ全土に拡大した。現在では日本を含む全世界で発生が見られる。当初は、細菌性疾患との関連が疑われていた。 19世紀半ばには、カレルにより県同士での感染実験が成功していたが、ウイルス性疾患であることが判明し、詳細な研究が開始されたのは20世紀に入ってからである。日本狼の絶滅の原因となった疾患でもある。現在でも犬の重要な疾患である一方、これまでに暴露されていなかった野生動物にも被害が拡大している。 1994年には、タンザニアのセレンゲキ国立公園に生息するライオンに流行し、当地のライオンの85%に CDV 抗体化の上昇が確認された。ただし、この病気に関する研究の歴史が浅いため、野生動物における感染が知られていなかっただけである、可能性も否定できない。CDV はパラミクソウイルスか モルビリウイルス属に含まれるウイルスで、塩基配列分析から、マシンウイルスから分化した一夜系と考えられている。CDV は、全世界に常在するウイルスであり、犬ジステンパーは、犬の重要な疾患の一つとなっている。臨床的には、犬やフェレットなど、伴侶動物での感染がしばしば問題となる。犬か動物に対して高い感受性を示すが、一方で、猫か、イタチか、 アライグマか、スカンクか、アザラシか、ジャコウネコかなど、ほとんどの食肉目の動物に感染する。CDV は人には感染しない。猫半白血球減少症は、猫ジステンパーと呼ばれることもあるが、パルボウイルスの一種を原因とする別の病気である。霊長類への自然感染は、2008年9月、日本に輸入されたカニクイザルのコロニーが、犬ジステンパーに集団感染し、 30頭以上の死亡が確認された。輸入前にすでに感染していたものとみられ、感染源などの詳細は不明である。A. イヌジステンパーにおける肺の組織病変。細機管市内に炎症性細胞と細胞残差が充満している。B.A. の拡大像。上皮細胞の細胞室内に形成された風乳体 CDV の主たる感染経路は 罹患犬の鼻汁などを介した飛沫、接触感染である。免疫機能の低い子犬や老齢犬は特に感受性が高い。体内に侵入したウイルスの最初の標的となるのは、気管周囲のリンパ節や偏頭など、リンパ系組織である。増殖したウイルスは血流を介して呼吸器、消化器、皮膚の上皮細胞、さらには中枢神経系のグリア細胞や神経細胞に、 感染する。感染後3から5日で急性の発熱が見られる。初期のウイルス増殖の場となるリンパ系組織では、エシュが引き起こされ、白血玉数の低下が見られる。最初の発熱は、比較的短期間で収束するが、数日の間隔を置いて、第2期の発熱が始まり、少なくとも1週間は継続する。このような発熱パターンを二方性発熱と呼び、 イヌージステンパーの特徴の一つである。ウイルスの全身拡散に伴い、血膜炎、鼻水、激しい咳、血便を伴う下痢が続発する。狂腺の萎縮など、リンパ系組織の機能低下は、細菌の二次感染を引き起こし、病態はしばしば悪化する。皮膚病変として、後半、水泡、脳胞の形成、過核化及び、不全核化による肉球の飛行が見られる。 末期ではウイルスが神経系に達し、痙攣や麻痺など、神経症状を示し死亡する。致死率は90%と非常に高い。呼吸器、消化器、編集 CDV は肺に、間質性肺炎を引き起こすが、細菌の二次感染による、気管支肺炎を伴うことが多い。肺の細肝腫及び肺胞、消化管、膀胱の上皮細胞の細胞質及び核内には、抗酸性で、 小型円形の封入体が形成される。神経系、編集神経系に達したウイルスは、様々な程度の非可能性脳炎の原因となる。CDV は、脳の白質に親和性を持ち、神経細胞の随症に障害を与え、脱髄を引き起こす。中枢神経系では、クリア細胞や神経細胞の細胞質、核内に封入体が形成される。 特徴的な二方性の発熱に加え、呼吸器、消化器症状、あるいは神経症状がワクチン未接種の犬に見られた場合、犬テンパーが示唆される。微粘膜、血膜からのウイルス抗原検出が確定診断として用いられる。犬テンパーに特異的な治療法はなく、一般的に予後は悪い。二次感染を防ぐための抗生物質投与、脱水への対処として、 有益、栄養補給が行われる。CDV 感染の予防は弱毒性ワクチンによって行われる。ありがとうございます。